はい、えぇ、ー、超太郎、えー、サブチャンネルです。ちょっと久しぶりにひどいニュースだな。あのー、熊本県のね、強豪サッカーチーム、サッカークラブの、その、えー これはさ、最初はその自分が聞いたところは謝罪動画のところ、なんか高校生の子たちを謝罪動画にさせたっていうところから聞いたんで、あの、まあ、そもそも SNS のつく使い方がもうなってないっていうか、まあ、未成年の子たちにどういう理由であれ謝罪動画をその顔も出してっていう形で名前も なんていうのかなそれはまずいだろうとそしたらその監督がやらしたっていうことじゃないもうこれバカだなと思ってあのー、本当に素人がこの SNS の使い方間違った典型的なやり方なんだよねなんかそうすればいいってもうでもここがおかしいんだけどね そもそも、あの、体罰っていうか、その、コーチがっていうことがあって、まあ、その先月の話だったんだけど、ね、あの、私もそんなに検索してまでと思ったけど、あの、フジテレビ系です。全部やってたらね、朝の、昨日。で、見たら、ひどいな、あの、コーチも。その、蹴ったり、後ろから蹴ったり、殴ったり。 いや、あれはもう完全にたい、あのな、なんていうの、書類送検をうんぬんじゃなくて、逮捕せない,いかんやつでしょ。あんなの。あんなことが学校の中で、教育現場であるっていう、どういう感覚なんだ本当に。いやいや、もうそんな,な、なんていうのかな。そういうことをしないと、えー、なんていうの、部活で勝てないのかな っっていいいうかそんなんなだたたらもう部活やめた方がいいよ、ねうん、あのー、話にならないいかにして暴力がこの子どもたちっていうか大人にでもよあの暴力的なことがその相手、えー、被害者の、あのー、こ人たちに心をどれだけ傷つけるかっていうことが分かってないね、うん俺学校どういうふうに あれするのかな、あの監督はもう自分の欲しいしか考えてないのね結局うんもう俺が被害者だみたいな高校生に向かって大の大人が俺は10代俺と変わらないでしょ年あの監督俺,俺みたいのでも10代の子たちに俺が被害者でお前らどうのこのいやあのちょっとあの本当に高校からの高校からってあの、勉強やり直した方がいいよねとかもう本当に。 間違ってるよね。よくこれで今まで。だから、こんなことでやってきたことなんて、もう今までの過去がどんだけのことだったか知らないけど、全部もうないのと一緒だよね。暴力と虐待の上で、に,においてなった結果だったら、それはないに鼻はなせないのと一緒だよね。うん、おかしいよ。よくまあこんなことがっていう。あの、お父さん、あの、学校に行ってるお父さんお母さんたちも、あの、ね、 みんなちょっと考え直した方がいいですよ、こんなの、本当に。うん。あの、もう、いや、そういう理由で辞めるんなら学校は保証してくれるでしょ、何らかの形で。保証しなきゃいけないでしょ。ねうん。転校も視野に入れてる、そは簡単じゃないけど、こんなとこに行っちゃダメですよ。で、何それ知らないなって、今まで知らないなんていうことを平気で言うのかな。 卒業生、それから在校生、今までの父兄から聞いたらどんだけ出てくるのかなうん。まあちょっと考えられませんね。これはちょっと本当に許せないと思います。あの、これはしっかりと、まあこれゴールデンウィーク入ってるから、このワイドショーの扱いがあれなんだけど、それでも全、全局やったんで、これはちょっと本当にしっかりしないといけない話だと思いますよ。これこそ本当の子供たちのね、えー、 あの心のケアっていうのをしっかり文科省もやってほうがいいですよ、これ。あ,んなあれはひどいわ、ほ、うんとに。あんなことがしょっちゅう、今まで何十何件、三十何件、うん、あってって、うん、いうようなことで、まあ、ちょっとこれは異常だと思います。はい